さあ、続いては9号車 G パーク伊勢崎のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーレッドの石井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、石井さん、今週はどんなお車でしょうか。はい、はい、今週のおすすめ車はこちらのフォレスターをご紹介してまいります。はい、はい、では早速フォレスターの評価書からご覧いただきます。こちらです。はい、内装星2つ半、外装も星2つ半、総合で4点の評価をいただいている1台でございます。はい、では早速こちらのフォレスターを見ていきましょう。ということで、石井さん、もう本当に人気中の人気のね、お車ということになりますけれども、はい、もう本当にオールシーズンで大活躍してくれるのがフォレスターなんですね。はい、そしてボディカラーもホワイトということで、こちらも人気が高いと思うんですが、これ探してる方結構多いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、県長い問わず、お電話でもお問い合わせいただくボディカラーですね。はい、あ、はい、そうですか。では装備なども確認しながらご紹介していただきたいと思います。はい、これからの時期は特にレジャーシーンでも大活躍のフォレスター、当店でも、入って、すぐに売れてしまうような人気車種ですね。はい、なるほどね。はい、まあ、本当に最近は暖かくなってまいりまして、はい、もうフォレスターに乗ってちょっとお出かけしたいなという方も本当に多いでしょうからね。はい、では車の機能、それから装備などもね、はい、詳しく石井さんからもご紹介いただきたいと思いますが、はいはい、まずは外観ですが、先ほど梨田さんもおっしゃってたように、はい、このホワイトのボディカラーですね、うんうん、クリスタルホワイトパール、パールが入っている、ホワイトなので非常にボディカラー目を引きますね。そうですね。で、外観はあと17インチのアルミホイールを装着しておりますので、はい、まあ、ターボグレードですと18インチになるので、うん、はい、18インチに比べるとランニングコストもタイヤを17インチの方が小安いですから。なるほどね、経済的かなと思います。ね、はい、あと一つ、はい、石井さん、フォレスターといいますとこのドアの部分が、はい、とても大きいですよね。そうですね、結構いろいろなお客様にも言われるんですけれども、うんうんうん、これはちゃんと意味がありましてですね、はい、ドアの下の樹脂の黒い部分があるんですが、ありますね、従来のモデルですとあそこはもうドアに含まないで外のサイドシールという部分だったんですけども、はい、今回のこのフォレスターはドアにこう一体化させることによって、うん、あれを開けた時にですね、うん、その中にあるボディの部分というのが汚れないようになってます。はい、あーはーはーはー、この黒い部分がドアと一緒にこう開けるときになっている、はい、外側になっている。なるほど、なるほど。どういうことかというと、はい、ドアを開けたときに、うん、乗り降りする際ってやっぱりちょっと車高ありますから、そうですよね、ズボンの裾等がですね、汚れづらいというそういったメリットもあるんですね。まあ、当然その梅雨時なんかで、そうですね、これからですね、これからの時はね、はい、ちょっとこれは大きなポイントになりそうですが、まあ、こういったさりげない配慮も、はい、デザインの中には生かされているということになるんですね。はいはい、では先ほど今ご紹介になったようにこの部分なんですね。はい、だからこれをこう一体化してこう開いてくれるんで、そうなんです、乗り込む時にも汚れないと。なるほど、なるほど。はい、まあ、非常にスムーズ。あ、確かにそうですよね。はい、あ、これは重要なポイントになりますね。はい、そして室内空間、はい、いや、石井さん、こう黒で統一されているイメージもありますね。これね、ブラックが落ち着いた雰囲気を醸し出してますね。はい、うん、逆に高級感なんかもありますし、まあ、ステアリングだったりとか、うん、あとはメーター類なんかですね、うんうんうん、そういった部分にも非常にこだわりが垣間見えるデザインだと思います。そして視線を少し中央の部分にね、このドライバーの席から移すと、はいはい、ここにまあ、ディスプレイのようなものがあるわけですが、はいはい、これ石井さん、具体的に言うとどんなものが示されるんでしょうか。はい、はい、こちらはですね、マルチファンクションディスプレイという、はい、画面でですね、うん、車の情報8つの情報をですね、切り替えてご覧いただくことができるんですね。はいはいはい、で、代表的なものをご紹介すると、お車の平均燃費を表示したりですとか、うん、あとはそのドライバーが今踏んでるアクセルの、うん、踏み具合で、瞬間燃費、今どれくらいの踏み具合かなんていうのも見れるような表示がございます。あ、そうなんですね。はい、でそれ以外に、私がおすすめするのはですね、はい、エンジンを始動してから、うん、まあ、
例えば目的地に着いたところまで、はい、なんていう指導してから停車するまでの時間なんかも測れる画面がありますので、ほうほうほう、こちらは非常に便利かなと思います。なるほど、まあ、石井さんちょっとこう遠出した時なんかは、はい、ちょっとこれ今運転してる時間長くないかなっていう時はね、休憩のちょっと目安にもなりそうだね。2時間運転すると、はい、一応警報というか、あ、なるほどね、2時間経ちましたっていう案内も出ますので、おーほーほーほー、はい、それも優れものですね。そうですね、 あとはやっぱりこのディスプレイかなり見やすいですよね。そうですね、うん、その位置に搭載した部分にも意味がありまして、うん、はい、まあ、ナシアさん今運転席かけてらっしゃるので、はい、一番感じるかと思うんですけども、うん、ドライバーって運転するときに前方もちろん見てると思うんですけども、はい、その前方の視界の中で、うん、こうあまり視点をずらさないように配慮した位置に搭載してますので、うん、確かに確かに、自然にこう目を落としただけで情報がすぐ得られるという点もポイントかと思います、はい、そうですよね、もう本当にすでに視界には入っているの で、 そうです、ね、ここに目線をちょっと落とすだけでね、はい、見えてきますからね。さらに石井さんこちらは、はい、フォレスターアイサイトも搭載されてるんですね。そうですね、はい、危険回避のアシストはもちろんなんですけども、高速道路などでは疲労軽減、こういった部分にも貢献しますので、うん、スバルの最先端技術搭載された1台ですね、はい、まあ、本当にアイサイトの能力の高さというのはこのモータージャーナリストの中でもかなり高い評価になってますからね、はい、ぜひこちらも体感していただきたい、はい、そんなお車でしょうかね、はいはい、では石井さんそろそろ車の情報をお願いします。はい、まずはじゃあ走行距離数からお伝えいたします、はい、走行距離数がですね、およそ5万2000キロでございます、はい、これからたくさん乗っていただきたい、もう本当におすすめの1台ということになりそうです。車検はついてますか。はい、はい、車検整備をして納めさせていただきます、はい、それでは今週のおすすめ車注目のお値段です。お願いします。はい、消費税込み223万6000円です。なお費用リサイクル料金は別途申し受けます。9号車 G パーク伊勢崎のおすすめ車です。24年式フォレスター 2.0IL アイサイト AWD CVT、 お値段は223万6000円となっています。さて、石井さん、はい、例によっておねだりのコーナーなんですが、はい、先ほどちょっと乗った時にカーナビがこれついてない、気づいちゃいました、気づきましたね、あれなんか、はい、開いてるないぞと、はいはいはい、思ったんですが、はいはい、あ、思いましたか、私もちょっと思いまして、はい、バックカメラはもう搭載をしてある車両なんですよ、はい、それなので、もしや、あんまり他の店舗ではないと思うんですが、ないですよこれ、ないですよ、バックカメラに対応したナビゲーションをつけてお納めさせていただきます、はいはい、ありがとうございます。今日明日ご制約いただいた方にはカーナビゲーションつけて納めさせていただきます。9号車は24年式のフォレスター 2.0IL アイサイト AWD CVT、 お値段は223万6000円です。詳しくは 0270-406363 G パーク伊勢崎までお問い合わせください。さて、石井さんまだまだちょっと気になる車もありますので、はい、見させてもらって大丈夫でしょうか。参りました、はい、それでは行ってまいります。